山本周五郎作、夫婦の朝、一。霜月のよく晴れた日であった。お弓は橋田の米を連れて浅草寺にもう出たが、小針日和のいかにも心よい日差しに誘われて、ついに大川端の方へ足が向き、それから橋場の先まで歩いたので、帰りにはさすがに少し疲れ、茶屋町まで来て、ふと通りがかりの掛け茶屋へ休みに入った。舌を焦がすような渋茶をすすりながら、お弓は摘んできた野菊の枝を揃えた。もう葉はしもかれているのに、鮮やかな紫の三五輪の花は、そのまま深い秋の色をとどめている。お物川の岸にも咲いていた。ふとふるさとの山河が目に浮かんできた。きれいな色でございますこと。米も目を細めながら言った。秋らしくていい花ね。一番好きよ。秋田へ行くと一面にこれが咲いているの。お物川という大きな川の堤なのよ。子供の自分、親しいお友達と二人きりで、誰にも教えない約束をして、大事にしていた場所があったわ。あちらはずっと北国でございますか？そう。今自分はもう雪だわ。お弓は遠くを見るように目を上げた。雪国で育った肌は、ぬめのように白く引き締まって、眉つき、目元の寂しい中に、あくまで赤い湿った唇だけが身内に潜んでいる、情熱を結んで見せたかのような、なまめかしい。江戸の下町で老い育った米などから見ると、それは怪しいほどの美しさであった。もし、そう呼ばれてお弓が振り返ると、着身女の一人がそばへ来て、ちょっと、これを、言いながら小さな紙片を差し出した。何の気もなく受け取ってみると、二つ折りにした中に何か書いてある。開いたお弓の目にいきなり、新五郎という、署名が飛び込んできた。お話があります。友のものをお返しなさい。不承知なら、そこへ名乗って出ます。その短い文字は、お弓の全身の血を凍らせた。息の止まるようなとはこのことであろう。お弓は懸命に驚愕を抑えながら、素早くその紙片を丸め、わかりました。これで。と銭入れから夢中でいくらとも知れず取り出して女の手へ渡し。よね、参りましょう。そう言って立ち上がった。震える足を踏みしめながら二三十軒行くと、尖ったお弓の神経はすぐに後ろからつけてくる人の足音を感じた。不承知なら、そこへ名乗って出ます。そういう声をすでに忘れて久しい男の青白い目の鋭い顔がありありと思い出される。ああ、お米、ね。弓はふと立ち止まった。お前の家は確かこの近くではなかったかえ？はい、河原町と申しましてここから。いいからね、お前は家へ寄っておいで。私は出たついでにこれからお友達を訪ねます。口早に行って銭入れを取り出し、これで家へ何か買って行っておやり。まあ、奥様。日暮れ前に帰ってくればよいからね。そう言い捨てると、米が口を挟む隙もなく、もう足早に歩き出していた。米が
怪しみはせぬかという心配より、男が理不尽なことをしたらと思う方が恐ろしかったのだ。振り向きもせず、東本願寺の方へ曲がってしばらく行くと、後ろの足音がスタスタと追いついてきて、そこを左へお曲がりなさい、とささやいた。左側に桔梗という料理茶屋があります。そこへお入りなさい。もう糸に操られるデクのようだった。後ろからささやくしゃがれた声の命ずるままに、料理茶屋の横庭口から入ると、出てきた女が心得顔に導く後から上へ上がり、長い廊下の端にある小さな部屋へと入っていった。帰らなくてはいけない。こんな場所にいてはいけない。乱れた胸いっぱいに、まるで誰か人がいて、わめくような声を感じながら、身動きもならず立ちすくんでいると、後ろから老人邸の男が一人、刀を右手にぬっと入ってきた。お弓はぎょっとしながら振り返った。男は不健康な青白い疲れた顔に、目ばかり大きくギラギラ光らせている。太い眉の片方を上げ、唇を左へ歪めたのしかかるような表情で、しばらくでしたのう、お弓殿。そう言いながら後どれに、襖を閉めた。2. コンロの上では貝鍋が煮えていた。秋田の国元から季節になると、名物のハタハタを雪詰めにして届けてくる。それが家臣たちにも少しずつ賜るので、ふるさとの山菜とともに塩汁で煮るのが冬になっての楽しみの一つだった。おみはそっと夫の横顔を見た。三右衛門は黙々と箸を動かしている。普段から口数の少ない方で、濃い一文字の眉と髭の剃り跡の青い角張った顎は、ちょっと近づきがたいほどの威力を持っているが、何気なく振り返る時の表情や、ぽつりぽつる語る言葉の響きには、思いがけないほどの温かな、底の深いものを感じさせる。加納三右衛門という名は、佐竹家でも名誉の家柄で、食禄こそ500石足らずであるが、年寄りの格式を持っていた。どうしたのだ？ふと三右衛門が目を上げた。ため息などついて、気分でも悪いのか？はあ、いいえ、別に。顔色も悪いぞ。お弓はぐっと喉の詰まる気がした。そして思い切ったように、実はお願いがございまして。なんだ？金子を少しいただきたいのでございますが。三右衛門はいぶかるように妻を見た。お弓は震えてくる声を懸命に抑えながら、実は、弟の半之助が江戸へ来ておりまして。半之助が来た？お弓の弟に半之助というのがいる。まだ前髪の頃から悪童の群れと近づき、絶えず悶着の種となって親を困らせていたが、ついに身持ちが収まらぬため19歳の時勘当されてしまった。三之助は彼の少年時代を知っているし、勘当されて以来、その行方が知れぬので、いつも案じていたのである。それはよかった。今どこにいる？今日、浅草寺の戻りに会いまして、いろいろと事情を聞いたのでございますが、ひどく苦労した様子で、すっかり体を悪くしておりますの。それはいけないな。井戸へ来たなら訪ねてまいればよいのに。とにかく明日にでも拙者が行って連れてこよう。
どこにいるのだ？それが、握り合わせたお弓の指は、じっくりと汗ばんでいた。半之助が申しますには、今の姿をご覧に入れることはどうしてもできませぬ。これから上方へ行って修行し直し、立派な武士になった上、改めてお目にかかりたいと申しますの。しかし体を悪くしていては、すぐに旅立つというわけにも参るまいが。私、弟の心任せにしてやりたいと存じますが、お聞き届けくださいませんでしょうか。十金ほど使わしまして、必ず立派なものになるよう、申し諭してやりとう存じますが。貸してきて足掛け三年、苦労を知らぬ明るい気質で、眉をしかめること一度なかった、お弓である。それが、今宵はすっかり取り乱し、唇の色もなく、黒い大きな瞳までが、愛顔の震えを帯びていた。いいとも、三右衛門は無造作にうなずいた。半之助だってもう21歳になる。自分でそう言うほどなら、本当に目が覚めたのであろう。では拙者は知らぬつもりにしているから、お前よく言い聞かせて、今度こそ武士らしく立ち直るように言ってやるがいい。ありがとう存じます。お弓の目にふっと涙があふれた。ご迷惑をおかけしまして、本当に申し訳ございません。なんだ、おかしいぞ、泣いたりして。三右衛門は微笑しながら箸を置いた。お前の弟なら拙者にも弟だ。改まって礼を言うなんて他人行儀だぞ。このくらいのことで半之助が武士になれれば幸せではないか。しかし、今夜はハタハタが来たり、半之助の頼りがあったり、不思議とふるさとに縁のある日だったなあ。お弓はそっと涙を拭きながら、うれしゅうございます、と心の内でつぶやいていた。その明くる日、勤めから退出してきた三右衛門は、妻が珍しく薄化粧をし、自分の好きな着物を着て、けざやかに微笑しながら出迎えたのを見て、ほーっと目を見張った。お弓の目は生き生きと艶を取り戻していた。行ってきたか？はい。行って渡してまいりました。夫の脱ぎ捨てた衣服を畳みながら、お弓はすっかり元気になった声で、よく申し聞かせましたから、もう二度とご迷惑はおかけせませぬと、必ず立派な人間になって、お伺いいたしますと、泣きながら申しておりました。よかった、よかった。三、半之助が真人間になれば、ふるさとでも心配の種がなくなるというものだ。それとなく、お父上にお知らせ申すがいいな。はい。お弓はドキッとした様子だったが、でもまだ、なんだか知らせるには、早いように存じますけれど。すぐ寝なくてもいいさ。三之助は妻の様子に気づかなかった。そのうちついでがあるだろうから、ともかくも、行方の知れたことだけは知らせるがいい。そうすれば父上も一応ご安心なさる。はい。拙者から書いてあげてもいいぞ。いいえ、私そう申してやります。ああ、腹が空いた。三右衛門は締めた帯を叩きながら。さあ、食事にするかな？と今へ
入っていった。三右衛門は、お弓と五つ違いの28であった。父が、勘定奉行だった関係で、20歳の時に、江戸詰めの留守役を命ぜられ、今では筆頭の席についている。前にも記した通り、寡黙の質で、別に世故に長けたところがあるわけでもないが、駆け引きのいる留守役という職を実に手際よく取り仕切るので、内外の評も極めてよく、家中の周評は未来の勘定奉行と決まっていた。お弓は、嫁いできてからしばらくの間は、黙って冗談も言わない夫が、いかにも近づきにくく、咳払いを聞いてもはっと身を踊らせるほどであったが、いつか次第に気心が知れてきて、こんないいお方だったのか、とようやく気づいた時には、いつか自分が夫の静かな愛情にしっかりと包まれているのを知って、身の震えるような喜びを感じたのであった。弓は幸せ者よ。すでに3年になるこの頃でも、折に触れては心からそうつぶやくほど、お弓の生活は幸福に溢れていたのである。半之助はもう出立したかな。あくる夜も三右衛門はそう言った。若い自分に道楽をするくらいのものは、一度目が覚めるとびっくりするほど変わるものだ。きっと半之助も良くなって帰るぞ。そうあってくれると嬉しゅうございますが。早くいい便りが見たいな。そんなことを話し合ってから5日ほど経ったある朝だった。お弓が出仕する夫の支度を手伝っていると、家臣の彦右衛門が1通の書面を持って入ってきた。申し上げます。ただいま、見知らぬ使いの者がこの書面を持参いたしまして、奥様へお目にかけてくださるようと申しまするが、私に？お弓はさっと顔色を変えた。受け取ってみると、表には、姉梅様とあり、裏には半之助としたためてあった。わかりました、と歌詞に答えて、そのまま懐へ入れようとすると、半之助からだな、と三右衛門が見とがめて言った。開いて読んでごらん。はい、でも、後で私が。読んでごらん。静かではあるが、拒むことを許さぬ小姉だった。お弓は震える手で封を開いた。何とも申し訳ありません。いただいた金子ですぐに上方へ出立するつもりだったのですが、滞っている借銭などを払っているうちに足りなくなり、太間が刺して博打場へ入ってしまいました。旅費だけこしらえるつもりだったのが、逆に50両負け、のっぴきならぬ場合に立ち立っています。明朝10時までに、この金ができぬと縄目の恥辱を受けなければなりません。姉上、誠に申し訳のないことですが。やはり、行けなかったか。皆まで聞かず、三右衛門は立った。それっきりであとは何も言わず、体験を指して出る、夫をお弓は玄関へ送って出たが、そのまましばらくの間そこに呆然と椅子組んでいた。やっぱり行けなかった。夫の言葉がふと口に出た。お弓は自分のつぶやきにはっと気づいて、キラキラと光る目を大きく見開きながら、玄関のひさし越しに空を見上げたが、そうだ、この暇に、とうなずいて立ち上がった。着替えをするのももどかしげに、
急に入り用の買い物があるからと言い残して家を出ると、七軒町の辻で籠を拾い、そのまま田原町の料理茶屋、帰郷へと急がせた。四。お弓が入って行ったとき、その部屋では風体の悪い三人の男が酒を飲んでいた。いつぞやの慎五郎と名乗る浪人者の他は、二人ともごろつきと見える男で、お弓が入ってきたのを見ると、いやしい愛想笑いをしながら、何やり取り持ちでもするように、襖を開けてどこかへ立ち去った。お弓は青白く、引きずったような固い表情で、立ったまま、宣告の書面を取り出し、これ、お返し申します。と、投げ出した。まあ、お座りなさい。慎五郎はしゃがれた静かな声で言った。立っていたってしようがない。火のそばへ寄って、まず手でも温めたらいいでしょう。これで結構です。沼部様、お弓は怒りを抑えながら、あなたは先日、お約束なすったことをお忘れではございますまいね。私、夫のある体でございますのよ。あなたがお体を悪くして、その日の生活にも困るとおっしゃったので、私、できないことを無理にして差し上げたのです。それなのにまたこんな、無法なことを言って、よこすなんて、あなたはお弓をどう思っていらっしゃるのですか？もっと静かに話したらどうです。そんなに一途に怒られてもしようがない。それでは相談ができませんよ。慎五郎は唇を左へ歪めながら、まるでお弓の怒りを楽しんででもいるように見上げた。相談などする必要はございません。先日お金を都合して差し上げたことが、私の落ち度でございました。これで失礼いたします。お待ちなさい。慎五郎は少しも騒がずに言った。お帰りになるなら止めようとは言わないが、明朝までに50両待っていますよ。そんなこと、お断り申します。無情なことを言うものじゃない。今こそこんなに落ちぶれているが、あなたにとってはこれでも一度は夫と呼ばれた体ですよ。何をおっしゃいます。何をって嘘だとでも言うんですか。唇を歪め、片方の眉を吊り上げながら、相変わらず氷のように冷たく静かな口調だった。あなたが15で、拙者が19の春、秋田の矢橋の丘で行く末を語り合ったあの時のことを、あなたはまさか忘れはしないでしょう。沼部様、お弓はさっと色を変えた。あなたはあんな子供時代の戯れを、子供の戯れだと言うんですか？なるほど。そうかもしれないな。末は雨音と誓いながら、平気で加納へ嫁行ったくらいだから、あなたは一時の戯れかもしれない。しかし、拙者はそうは思っていませんよ。私、末は雨音などとお誓いした覚えはございません。それは、あなたの間違いです。誓いの有無は水かけ論だ。ここでいくら論じたところで、らちの開くことではない。しかし一応、お断りしておきますが、拙者はただ昔の思い出だけで物を言っているのではありませんよ。こういう品を、肌身離さず持っているんだから。慎五郎は懐から一束の古い封書を取り出してそこへ置いた。
どんな文字が書いてあるかは、あなたがよくご存知だろう。おゆみ殿、慎五郎は初めて、にやりと礼笑した。拙者は困っている。50両の金がぜひとも入り用なんだ。昔の恋人がこんなに困窮しているのだから、50や100の都合はしてくださるのが人情じゃありませんか。あなたがどうしてもできないとおっしゃるなら、この手紙を持って加納を尋ねるだけです。加納は筆頭留守役、妻の昔の恋文なら、50両が100両でも買ってくれるでしょう。おゆみは立然と身を震わした。相手の態度の落ち着いたどこまでも静かにじわじわと詰め寄ってくる調子は、まるで目に見えぬ縄で、とえはたえにおゆみをしわり上げるようなものであった。わかりました。おゆみはかろうじて答えた。明朝、10時までに参ります。50両ですよ。相手の声も夢心地に聞いて、おゆみはよろめくようにそこを立ち入れた。沼部慎五郎。彼は秋田藩士で200石の馬回りだった。おゆみとは兄の友達として幼い頃から親しく、一時はまるで家族のように行き来したこともある。兄と弟の間に一人の女子として愛されて育ったおゆみは、美貌で才気のある慎五郎にいつか乙女心のほのかな憧れを感じ、別に重大なこととも気づかず、その年頃にありがちな物語でも読むような綺麗な気持ちで、幼い恋心を燃え立たせたこともあった。五、八つ橋の丘の青草に埋もれながら、おもの川の流れを見て、半日一緒に暮らしたこともある。また、文を求められて、古今集などから歌を弾いて書き送ったこともあった。しかし、それはどこまでも、乙女心の夢のような憧れにすりない、一番身近なものに対象を置いて、まだ見ぬ恋の手習いをするというほどのものに過ぎなかった。無論それがはしたないことだったのは事実で、自分でもそれに気づくとすぐ彼から遠のいてしまったのだ。慎五郎は美貌で妻子だったが、その二つのものが身に災いして、間もなく大きな不始末をしたため、藩を追放された。以来、丸8年。浅草寺にもう出た帰りに、見違えるほど変わった相手を見た時でも、おゆみはほとんどそのことは忘れていたのである。そして病気で食うにも困っているからという相手に心を動かされて、夫から金子をもらってやったのだ。しかしそれがいけなかった。このお金は、弟にやると言って持ってきたものです。どうかこれでご病気を治して立派な武士におなりください。といった言葉を逆に利用された。そして昔の文保護などを持ち出して、さらに50両という大金をねだり出したのである。もし嫌なら夫のもとへ行くという。おそらく本当に訪ねてくるだろう。そうしたら夫はどう思うだろう。幼い戯れとして小殺してくれるだろうか。いな、いな、いな。夫に知らせてはならない。おゆみは胸の中で絶叫した。今ほど強く激しく夫を愛したことがあったろうか。おゆみは空想の中で、夫を抱きしめ、祈り叫ぶように
若き過ちの許しを願った。しかし、そうする後から慎五郎の冷ややかな目が見えてくる。五十両はさておき、十両の金も自分には得られない。もう一度、夫に頼もうか。そうすれば夫は自分で会うというに違いない。そして半之助でないことが知れたら、さらに結果は悪いだろう。早漏と家に帰ったお弓はまるで疲れたもののように、閉じこもった今の中で、いたずらにおろおろと時を過ごしていた。夫が帰宅した時も、米に知らされて慌てて出迎えたほどであった。どうした?ひどく顔色が悪いぞ。左衛門は着替えをしながら、加減が悪いなら休まなくてはいけないな。お前が来てからこの家はにわかに明るくなった。だからお前が浮かぬとすぐ家中のものが陰気になる。以前はそんなことに気づかなかったが、不思議なくらい、てきめんだ。ご気分を損じまして、申し訳ございませぬ。謝るやつがあるか。お前のことを心配しているんだ。三右衛門は笑って。風呂がよかったら入りたいな。それから今夜は、久しぶりに酒を飲ませてもらおう。はい、何か、支度を。いや、あるものでいい。夕食の後でちょっと外出してくるから。お出かけでございますか?ご仲間が集まって会をやるのだ。これから御用を半端になるから今の間に打ち止めをしておこうというわけさ。何の屈託もない明るい調子だった。三右衛門が明るいほどお弓の自責は激しかった。夫の健康な顎がたくましく食事をする動きにさえ、胸を刺されるような苦しみが感じられる。五十両の金、何をするか知れない慎五郎、夫の恥辱、そんな言葉が切れ切れに乱れた頭の中で火花を散らしながら旋回する。先に寝ていていいぞ。そう言って三右衛門が出て行くと、お弓の追い詰められた感情は、もう抜き差しならぬ絶望の壁へ突き当たっていた。心が狭いと一口に言う。言うのは男。男から見るとそうかもしれない。しかし、女は男ほど生活の広がりを持っていない。艱難に順応することはできても、それを打開する力を恵まれていない。のっぴきならぬ穴に追い込まれた女性が多く選ぶ方法は、だから大抵は一つところに帰着する。もうどうしようもない。お弓は決心した。今宵一夜を名残に、明日は行って好みの締結を明かし、夫の汚名になるものを除いてしまおう。洋ダンスの中から懐剣を取り出してきたお弓は、安頓の火に刃を照らしながら、いつまでもじっと見つめていた。六。彦右衛門、ここだ。は、行ってまいりました。伝法院の土塀に沿って片側は田んぼ。空は一面の星で肌を刺すような北風が吹きつけてくる。三右衛門は覆面をしていた。疑われはしなかったか?いえ、夜の方が人目につかぬからと、茶屋町の辻でお待ちになっていると申しましたら、三人ともすぐこちらへ来る様子でございます。ご苦労だった。左衛門は微笑しながら、ではもういいから その方は帰っておれ。
今宵のことは多分を禁ずるぞ。仰せまでもございませんが、私もここに、いやあ、いけない。固く首を振って遮った。その方がいたところで邪魔になるばかりだ。それより帰ったら奥の様子に気をつけてくれ。奥様に何か。別に資材はないが頼む。早く行け。彦右衛門は心残る様だったが、やがて下屋の方へと小走りに立ち去った。三右衛門は体験の恋口を切った。ずっと見通しの田んぼから吹き渡ってくる風は強くはないが、その冷たさに指が凍えてくるのを懐で温めながらしばらく待っていると、やがて田原町の方から提灯が一つ、三人の人影が近づいてきた。二三軒やり過ごしておいて、ああ、そこへ行く方々、ここでござる、と呼びながら出た。三人はぎょっとして振り返った。ことに新五郎は、お弓が待っているものと信じてきたので、とっさに刀の柄へ手をかけながら、誰だ、誰だ、と暗がりを透かすように居合越しになった。何をそんなに驚かれる。貴公の望み通り五十金を持参したのだ。貴公の方でも無論、約束の品はお忘れあるまいな。お弓殿の手紙か。新五郎は手紙の束を出して、こっちはちゃんと持ってきている。だが貴公は誰だ。お弓殿に頼まれてきたのか。それとも、いやあ、誰にも頼まれぬ。今朝あの人の心配そうな姿を見て、後をつけ、帰郷で隣の部屋から司祭を聞いたのだ。余計なことかもしれないが、買って出る。その手紙、五十両で売ってくれぬか。よかろう。商売は拙速を問うとしとする。まず金を拝ませてもらおうか。三右衛門は懐から金包みを取り出して渡した。新五郎は用心深く、連れの提灯で封を切って改めたが、確かに五十両、かたじけない。と懐へねじ込んで振り返り、では確かに受け取ったと、お弓殿にそう伝えてくれ。頼むぜ、三右衛門。そうか。三右衛門は苦笑して、やはり拙者と知っていたのだな。さすがに妻子、沼部新五郎、今の駆け引きは見事なものだ。その才をうまく使ったら立派なものになれたろうが。ふん、そんなごたくは家へ帰ってからにしろ。こっちは酔いざめが来そうだ。行くぜ。待て待て。約束の品はどうする。おや、おめえ本当にこの手紙を取り返すつもりでやってきたのか。冗談じゃねえ。これせえありゃ、金の鶴。まだまだ当分の間は役に立つ品だ。こればかりのはした金で、おいそれと渡せるもんか。面を洗って、出直してこい。言葉も、態度もがらりとごろつきの性根を出した。三右衛門はしかし、静かに笑って、そうか、では仕方がない。と羽織の紐を解きざま、沼部、貴公の性根は見届けた。生かしておけばいずれ、古酒の名を汚すだろう。成敗するぞ。やるか。と叫んで身を引こうとした。しかし、それより早く三右衛門が踏み込んだと見ると、提灯の光を切って、体剣がと伸び、新五郎は右へ体をひねりながらまるでつまずきでもしたようにガクンとそこへ膝をついた。見ていた二人はあっ
と悲鳴のような叫びを上げて逃げようとする。待て待て、逃げるな。三右衛門は激しく呼び止めた。貴様たちまで切ろうとは言わぬ。早く医者を呼んで手当てをしてやるがよい。片足はなくなろうが、命には別状ないはずだ。へえ、しばらくどこかへ隠れていて傷が治ったら、江戸を立ち退け、拙者はこれから50金盗難にあったと届け出る。まごまごしていると縄にかかるぞ。へえ、かしこまりましたというつもりであろう。三右衛門は、手紙の束を抜き取ると一応改めてから、大剣に拭いをかけて鞘に収め、沼べ、身にしみろよ、と言い残して、大股に立ち去った。一、お弓は仏壇に灯明をあげていた。寒気の厳しい朝で、指にかけた水晶の数珠が骨へしみるほど冷たい。肌も清め、髪も透き、肌着も白いものをつけている。これで再び帰らないのだ。そう思ってもすでに覚悟ができているせいか、案外心は平らかだった。ようやく記念して、灯明を示し、もう一度自分の居間へ帰って、不始末なところはないかと確かめてみた。夜のうちに片付け物は済ませてあるので、もう遺書の上書きさえすれば出られる。これで大丈夫。と立ち上がったとき、庭の方から、ユミ、ユミ、と夫の呼ぶ声がした。ちょっと来て、手伝ってくれ。はい。お弓は心を沈めながら、つつましく縁側へ出て行った。昨夜の歓喜を語るように、空は一面雪のような霜である。夫の三右衛門は、庭の霜柱を踏みながら、枯れ枝を折って小さな焚き火をしているところだった。なんぞ御用でございますか？そこにその、と三右衛門は、顎を上げて、古い手紙があるだろう。そいつを焼いてしまおうと思うんだ。お前小さく裂いて、渡してくれ。はい。お弓は、言われるままに縁側の端に置いてある手紙の束を取り上げたが、その表を見、裏を返すなり、危うく、あっと、叫びそうになった。どうしてこれが、どうしてこれが、と、目もくらみそうに驚いた。そのために、死のうとまで覚悟した自分の手紙、幼き日の過ちの手紙、どうしてこれが、夫の手にあるのか、どうして新五郎の手からここへ来たのか。さあ、どんどん咲いてくれ。三右衛門は勢いよく燃え始めた炎を見ながら促した。考えることはない。早く咲いてこっちへよこさないか。焼いてしまえば灰になる。それですっかり蹴りがつくのだ。あなた。いいんだ。わかっているよ。三右衛門は何度もうなずいた。お弓は夢中で手紙を引き裂いた。その一通ずつが自分の命を取り返す救いの神のように思われた。三右衛門は裂かれた踏み保護を次々と火にくべた。薄青い煙の尾は研いだような青空へゆらゆらと立ち上った。夫は知っていた。夫は新五郎の始末をしてくれた。自分は許された。お弓は感動に
胸を塞がれながら、たもとで顔を覆いつつ、むせいびあげた。三右衛門は振り返って、静かな声で言った。おゆみ、お前は三右衛門の妻だ。お前は三右衛門をもっと信じなくてはいけないぞ。喜びも悲しみも、互いに分け合うのが夫婦というものだ。こんなつまらぬことで、二人の間にもし不吉なことでもできたらどうする。三右衛門は船だ。お前は乗り手だ。しっかりと拙者に捕まっているがよい。拙者はお前の夫だぞ。おゆみは涙のあふれる目をあげて夫を見た。三右衛門は微笑していた。そしてさも心よさそうに胸を張りながら空を見上げて言った。さあ涙を拭いて庭へおいで。よく晴れている。お城の天守が霜で銀のように光っているぞ。